皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今ね、 SNS 上ではね、新型ウイルスが間接的にお口の健康に影響しているという声がね、相次いでいます。ある歯医者さんはですね、歯が痛いという人が新型ウイルス後にですね、特に増えているとね、指摘しているほかですね、歯が痛くて歯医者に行ったら歯ぎしりかストレスで歯を食いしばっている可能性があるよって言われた後ね、あの新型ウイルスのね、ストレスがね、影響しているとね、指摘されたという声もあります。その中でも特に目立ったのがですね、確実に虫歯になっている、新型ウイルスで歯医者の定期検診に行ってなかったからな、1月頃は虫歯あったけど新型ウイルスで躊躇してたら痛くなってしまったといったね、その受診をためらうケースが相次いでいるということなんですよ。ほんでね、まあ保育園の歯磨きが中心になっているようなんですね、今ね。そんなのがこんな声もあるんですよ。うちの保育園は新型ウイルスの関係で歯磨きがなくなっちゃったとね、保護者が言っています。新型ウイルスのね、感染予防という理由でですね、その保育園での歯磨き指導っていうのがね、中心になったそうなんです。子供には食事の後には歯磨きをする習慣を身につけてもらいたくて、家では毎食歯磨きをするように言っています。保育園にいる給食の後だけ歯磨きができなくなり、今は虫歯もできてしまって困っています。虫歯を防ぐためにもできれば歯磨きを再開してほしいですとね、保護者さんがね、言ってますよね。それに続いてね、保育園を所轄する自治体の担当者はね、こう言ってるんです。感染を不安に感じる保護者や職員の要望から食後のうがいや歯磨きを中止しました。その後対策が進んだため、すでにうがいは再開していて、歯磨きの指導についても再開を検討しております。そしてね、さらに歯の健康に影響を与えているのかですね、歯医者の受診控えですね。である保護者はですね、今年の春以降、新型ウイルスのね、感染への不安からですね、娘を歯医者にね、連れて行くことをね、一時期ね、控えていたということなんですよ。そのお母さんはですね、まあ、子供への新型ウイルスの感染が怖くて、歯科医院に連れて行くのを控えていました。以前は定期的に診察してもらっていましたが、新型ウイルスが深刻になった春先から行かなくなりましたと言っています。今年のね、8月のね、虫歯治療中のね、小学生の子供がいるね、親1100人余りに対象に行ったインターネット調査によりますとですね、そのおうち時間が増えた子供の虫歯リスクが高まったと思う人はね、全体の 69% にも上ることが分かりました。その理由としましてはですね、歯医者に行けないことや、まあ、甘いものを食べる機会が増えたということが挙げられています。そしてね、予定通り子供の虫歯治療が継続できているかと尋ねたところですね、まあ、予定通りできているっていうのが 46% だった一方でですね、予定よりも長引いているっていうのが 38%、治療を中断しているのも 9% でね、全体的のその半数近くがね、虫歯治療に影響が出ていることが分かりました。その新型ウイルスでね、子供をね、歯医者にね、通わせることをね、不安に思っているという声がね、すごい多かったということなんです。今そんな状態なのでね、受診控えで重症化するケースもね、起きてきてます。そのね、アンケートを行った歯医者のね、院長もね、新型ウイルスの感染を心配して定期的な診察の頻度をね、少なくしたり中止したりするケースが相次いでいるとね、実感していますと。その定期検診をね、控えた結果ですね、虫歯が重症化してから来院するという子供さんのね、患者もね、目立ってきてるらしいんですよ。で、続けてその院長はですね、5歳の子供が半年ごとの定期検診で新型ウイルスの影響でね、先延ばしにしていたところ、深刻な虫歯が見つかったケースもありました。家庭での歯のケアはね、重要ですけども、しっかりチェックをしても、初期の虫歯見つかるのが難しくて、痛みなどの症状が出てきた時にはすでに重症になっていることも考えられます。一生使う永久歯やね、歯並びに影響が出てしまう恐れもありますとね、言っていました。怖いですよね、ほんまにね、まあ、そうなってしまったらすごいかわいそうなんでね、ほんまにね、どうにかしていってほしいもんですよね。そしてね、この今の状況でね、欠かせないのがね、マスクですよね、皆さんね。そのね、マスクも実は口内に、口腔内に
に影響があると指摘する先生もいます。そのマスクを着用したことで話をしたり口を動かしたりする機会が減ることに加えて口呼吸が増えることも指摘されて唾液の分泌量が減る傾向があります。すると口内細菌が溜まりやすくなって虫歯や歯周病のリスクが高まります。口臭が気になることもあります。それに続けてですね、その新型ウイルスによるその生活環境の変化でね、生じるストレスが影響する夜の歯ぎしりにもね、強く注意するがあるとね、言ってます。強く歯ぎしりをすることで、歯が割れてしまって欠けてしまう恐れがあります。歯周病の人はね、歯が揺らいでしまったりとか、顎の関節を痛めてしまうこともあります。そんなことが続くのでね、その受診を控えないでほしいものです、ほんまに。不調を感じたらね、受診はね、控えずにね、すぐに受診してください。そのね、自己判断でね、受診を控えてしまうとね、やっぱりね、口の中の病気がね、悪化してしまう恐れがありますのでね、延期してもね、問題がない治療なのかは、まあ自分で判断せずにですね、まあかかりつけのね、歯医者さんにね、判断してもらうことはほんまに大事です。歯医者さんではね、それぞれね、その消毒や手洗い、換気の徹底とかね、その待合での患者さんをね、減らすためのね、予約の調整とかを行ってますし、それにこれまでね、その歯医者さんでのね、感染した患者さんっていうのがね、ニュースで上がってきてないですよね。上がってきてるんかな？僕はまだ聞いたことないですね。歯医者で感染者が出たっていうのはね。だからまあ、それは歯医者にはほんまに行った方がいいんですけども、そのね、虫歯や歯周病のリスクをね、軽減するためには、唾液の分泌量を増やすことが、ね、本当に大事ですよ。まあね、しっかり歯を磨くももちろんですね、よく噛んだりね、唾液腺マッサージなどをね、効果的です、ほんまに。その他にはね、その人と会話することがね、結構有効なんですけどもね、今は人と会う機会もね、減っています。まあ、電話などでね、誰かと話すとね、気持ちも晴れますしね、こう口を動かすためでね、唾液もね、出やすくなりますよね。まあね、その新型ウイルスが直接的には虫歯や口腔内の環境に影響することはないようですけど、それによって生活の変化が与える影響がね、いろいろあるということが分かりました。大切なお口とね、歯を守るためにもですね、今の行動をちょっと見つめ直してはいかがでしょうかという感じでございますけどもね、その歯医者さん側っていうのは別に来ないでくれとは言ってませんし、ただ待合でその密を防いで、患者さんを新型ウイルスから守るために予約を制限しているという対策をしているだけでございます。なのでね、皆さん安心してね、歯医者に行ってください。でね、まあ家でできることはね、歯磨きをしっかりして、子供さんやったらね、お父さんとかお母さんとかね、おじいちゃんとかおばあちゃんがね、仕上げをしてあげて、仕上げはお母さんみたいな感じであるじゃないですか。お父さんでもいいですしね、あるじゃないですか。ああいう風にしっかり仕上げをしてあげてね、口の中をね、守っていきましょう。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。